じゃじゃーん、皆さんこんにちは。文字で絵を描く書道アーティスト原愛理です。さあ、今回描きました作品は今までにない新しい挑戦をしました。それがこちらです。じゃじゃーん。はい、皆さんご存知、鬼滅の刃を描かせていただきました。その中でも登場人物2名、浜戸炭治郎、そして赤妻善逸の2名を最初に描かせていただきました。そう、ずっとアニメを描いてみたいなって思ってたんですけど、で、今回こうやって挑戦することができて、で、特に鬼滅の刃は、まあ今すごく人気なのもあるんですけど、すごい書道との相性が良くって、やっぱり鬼滅といったら刀の力強さとか技の凄さっていうのを書道のアートを通して表現できればなと思って今回描きました。それでは早速参りましょう。せーの、指ゴー。はい、皆さんいかがだったでしょうか。やはり鬼滅の刃と言ったら技のかっこよさだと思うので、例えば1枚目の水の呼吸の水のシュンっていうところとか、あとは2つの雷の呼吸のやっぱりあのポーズ、印象の強いあのポーズをの力強さっていうのを意識して今回描きました。アニメや漫画など二次元に挑戦していくことで、もっといろんな方に書道の面白さを知ってもらって楽しさを伝えられればなと思っております。というわけで、またこれからもどんどん挑戦していきたいと思いますので、またまたチャンネル登録して楽しみに待っててください。それではまた会いましょう。せーの、またねー、バイバイ。